第2波の定義ってすごく難しいと思います。決まった定義がないっていうのが正直なところだと思います。で、おそらくこの感染の流行っていうのは一番最近ですと、その 3,4,5 月にあった大きな波があって、あれを第何波というのかちょっとわからないですが、でそれがある程度落ち着いてきたところでまた次の山が来つつある、小さな山が来つつあるというところだと思います。おそらくはこれの繰り返しなんだろうと思います。で、ただやっぱりその波を何番、1番2番とつけるかどうかっていうのは、実は僕はあまり関心がなくてというかあれなんですけども、ただその増え方、患者さんの数の増え方がじわりじわり来ているのか、あるいはどこからかそれが質が変わって、よく指数関数的なんて言い方をしますけども、そういう増え方をしているのかどうかっていうのはやっぱり見極めがいるんだろうなと思います。今はその指数関数的に増え始めたんではなかろうかというようなところが、要はとにかく注意すべきその感染の波ということはいるのではなかろうかとは思います。